いらっしゃいませ。社員へようこそ。当店では最低でもセット料金6000円、サービス料金2000円が必要となります。また、別途指名料2000円が加わります。ご指名はいかがいたしましょう。エリナですね。少々お待ちください。待ってましたよ、キリュウさん。こちらです。キリュウさんの武勇伝、なんだかすごいのが聞けそう。タクシー運転手だったことがあったな。そうなんですか。でもそれって武勇伝なんですか？そこで福岡最速になった。タクシーで？どういうことです？詳しく教えてください。楽しいお客さんって感じです。キリュウさんとお話ししてると時間が過ぎるのが早いです。俺も楽しませてもらってるぜ。キリュウさんもかっこいいですよ。すごくかわいいアイドルでしたよね。カラオケではるかちゃんの曲歌ったりもしてたんですよ。ほう、そうなのか。最近はバンドとかも再結成よくしてますし、はるかちゃんも復活とかしないですかね。そうだな。早くしたいんですよね、結婚。子供が欲しいな。キリュウさんは結婚とかしないんですか？そうだな。その前に他にやることがあるんでな。もたもたしてると可愛い子取られちゃうかもですよ、私とか。それは気をつけないとな。彼氏いないんですよね。そうなのか。エリナなら声をかけてくる男は多そうだが。
なんか私に声かけてくれる人ってすでに彼女がいるとかそういう人ばっかりなんです。でもまあ気長に素敵な王子様を待ちますよ。案外近くにいるかもしれませんし。どうだろうな。そろそろお時間となりますが、ごゆっくりどうぞ。48歳くらい？正解だ。まさかピンポイントで当てられるとは。やった当たった。じゃあ私はいくつに見えます？23か？お、大正解です。よくわかりましたね。さすが桐生さん。いろんなジャンルの曲を聴きますね。ほう、ではロックはどうだ？最近一番聴いてるのがロックかも。夏の音楽フェスにも行ったんですよ。楽しかったな。そろそろお時間となりますが、ごゆっくりどうぞ。お友達だったんですか？ああ、兄弟みてえなもんだった。今でもたまに二人でバカやってた頃の夢を見るんだ。そうだったんですね。その人とはどんな思い出があるんですか？馴染みの店でよく酒飲んで、くったらない話で笑ってたな。二人の思い出のお店があったんですね。はあ、今でもたまにその店の近くを通ると、あいつに会える気がする時があるんだ。バカみたいだろ。もういないって分かってんのにな。桐生さん、すまないな、こんな暗い話をしてしまって。ううん、話したいことを話して少しでも楽になってくださいね。年はあんまり気にしないですかね。お父さんくらいの年代でも全然ストライクゾーンです。なら俺にもチャンスはあるな。もちろんです。桐生さんくらいの年齢って一番色気があってモテると思いますよ。
桐生さん、この後お時間あります？よかったら一緒にお食事でもどうかなって。いいな。そういえばエリナは大食いだったよな。どうせなら好きなものでもおごってやるよ。え、いいんですか？でも悪いですよ、おごりなんて。気にするな。お前がどれだけ食べるのか見てみたいしな。やった、キリュウさんとご飯、ご飯。はしゃぎすぎだろ。私すぐに用意するんで、劇場前広場で待ち合わせでいいですか？劇場前広場だな。わかった。楽しみにしてますね。時間食っちまった。エリナはこの辺りで待っていろと言っていたな。あ、キリュウさん。よう、結構早かったな。キリュウさんと出かけるのが楽しみで、ちょっと早く切り上げてきちゃいました。おいおい、大丈夫なのかよ。平気平気。それじゃあ行きましょう。美味しいお店があるんです。わかった。ん？ん？どうかしました？いや、なんでもない。じゃあ行くか。はい。誰かに見られているような。キリュウさんとご飯、何にしようかな。俺のおごりだ。遠慮せず食え。本当にいいんですか？男に二言はない。ありがとうございます。じゃあお言葉に甘えて。すみません。これと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 、あ、これは大盛りで、それがおかずで、主食は、いただきます。ごちそうさまでした。お、お、本当に大食いなんだな。そうなんですよね。あ、あっちのお店も美味しそうだな。まだ食べるのか。私食べてもすぐにお腹空いちゃって、だから食費が結構かかるんですよね。そりゃ大変だな。キリュウさん、どうかしました？やはり誰かにつけられているようだ。え、つけられてる？
待て。おい、お前だな。さっきから俺たちをつけていたのは。人聞きの悪いことを言うな。僕はお前がエリナちゃんにひどいことしないか見張ってたってわけだ。あ、何言ってんだお前。かわいそうなエリナちゃん、無理やりこんなヤクザみたいな男に付き合わされて。あなたは知り合いなのか。知り合いも何も、僕らは恋人同士。僕らは愛し合っている仲なんだ。何？恋人同士でもなければ愛し合ってもいません。学校のサークルで一度愛しただけじゃないですか。そんなに照れなくてもいいんだよエリナちゃん。僕にあんなに優しく接してくれたんだ。好きだからそうしてくれたんだろ。違う、それはあなたの勘違いで。それに一度会っただけなんて水臭いな。僕は毎日エリナちゃんを見守ってるっていうのに。え、毎日見守るって。どうやらストーカーってのはこいつだったようだな。そんな男なんかほっといて僕と一緒に遊びに行こう。僕なら君を幸せにしてあげられるよ。キリュウさん、その辺にしておけ。みっともねえぞ。うるせえ。大体なんだお前は。エリナちゃんを呼び捨てにしてなれなれしいぞ。あんたエリナちゃんの何なんだよ。エリナはな、俺の女。キリュウさん、だからこいつには指一本触れさせねえ。なんだと。エイラちゃんの恋人はこの僕だ。キュッ。邪魔するやつは死んでもらうしかないね。せいや。もう二度とエリナに関わるな。今度こんなことやったらただじゃおかねえぞ。エリナちゃん、あなたと付き合いをすることはできません。そして見守ってくれる必要もありません。私にはもう素敵な人がいるから。さっきは本当にありがとうございました。すっかり迷惑かけちゃいましたね。気にするな。はあ、私って恋愛に不器用なのかもしれません。昔からうまくいかないんですよね。好きじゃない人からは勘違いされるし、好きな人には嘘っぽいって言われるし。それはまた難儀だな。だからもう恋なんてしばらくいいかなって思ってました。でも最近もうちょっと頑張ってみようって思うようになってきたんです。ふん、そうか。でもさっきのはびっくりしちゃいましたよ。その俺の女だなんて言われて。ああ、すまなかった。あのくらいの嘘を言わねえとあいつは引き下がりそうになかったんでな。いえ、ちょっと驚いたってだけで嬉しかったです。それに嘘にしなくても別にいいっていうか。ん？なんでもありません。しかし
エリナのことだ。また今みたいに勘違いするやつが出てこないとも限らねえぜ。きっと私は無意識にみんなによく思われたくて愛想を振りまいていたんだと思います。でもそのせいで結果的に人を傷つけたし、自分の恋も人間関係もうまくいかなかった。だから私、これからはもっと自分に素直に生きようって思うんです。人からどう思われるとか好かれたいとか、そんなのに縛られずに正直にどうやら吹っ切れたようだな。これでもう猫かぶりエリナも卒業かな。今日からは猫かぶらないエリナです。誰にでもいい顔はしないんです。でもその代わり、好きな人にはガンガン行っちゃおうかな。ほう、キリュウさん。キリュウさん、今日は本当にありがとうございました。あなたが私のことを俺の女だって言ってくれて、私すごく嬉しかった。大好きな人にあんなこと言ってもらえたのは私初めてで、今でも胸がドキドキしてるんです。ずっと本当の私を見てくれていたのはあなただけです。キリュウさん、今日はちょっと勇気を出そうと思います。難しいな。これからもずっと本当の私をそばで見守っていてくださいね。